さあ、ホープフルステークスです。乾杯しますよ。乾杯乾杯。さあ、帰ってきましたよ。はい、はい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 。有馬で負けたのは、惨敗完敗したのは昨日だ。今日はもう次の日、ネクスト。頑張ろうよ。乾杯乾杯。いやー、昨日のことはもう忘れようと思っても忘れない、はい、ということで、明日ホープフルステークスです。今飲みながらちょっと有吉ゼミ見てるんですよ。松坂大輔くんが出ておりますよね。スーパースターですよ。すごい、ちょうど見てますよ、激辛。いやー、これ辛かったですよ。本当辛かったですよ。この YouTube で私その次の日のお話とか知ってますけどもね、以上でも顔見りゃ分かるでしょ。これ年末スペシャル持ってます。きついっす。ジャニーズの子頑張ったよ。うん、よく頑張った。昨日も和歌山でね、仕事してきましたよ。9時から、今日は今日です。ホープフル、もうね、レオさん予想来てるので、もう今日は短めに行きますよ。明日も2歳の若駒ですから、 2000m 中山、去年は私はランドオブリバティから行ってダメでしたね。あの豊ちゃんがコンプリートするのかね、 G1 のね、そこも期待ですけど、大外入ってどうなんでしょうかね。私はそんな人気の馬からはいかないですからね。はい、激辛激辛見てますからね。行きましょうか。さあ、ホープフルの予想の方行きましょうか。まあ、ギャロップに写真が出てるんですが、まあ人気コマンドライン、ジャスティンパレス、キラーアビリティ、いいですよね。上からコマンドライン、ジャスティンパレス、キラーアビリティ、はい、いいですね。雰囲気っていうかね、まあ2歳なのでそこまでやる必要ないですよね。 G1 ですけども、アスクワイルドモアも悪くない。もっちかね、ここに出てる、まあ写真は全部いいです、全部いいですが、私人気ないところからいきます。はい、いきます。まあ晴れの日に撮った里のヘリオスね、エリカ賞からまだ大して時間経ってないですけども、エリカ賞から4日後に撮った写真なんですけども、いいですね、張りがあって。でもどうだろうね、4日後だから本来は疲れてない、毛づやいいしね、いいですよね。おにゃんこぽもね、赤ん坊で偉大なものっていうね、まあ、この中ででも私ね、人気馬以外でいいなと思う2と言います。ラーグルフ、ラーグルフ、これタイトルホルダーと同じ宗像厩舎なんですけども、どうだろう、3ヶ月この馬空いてるんですよね。この馬だけか、3ヶ月空いてるのね。10月、不要ステークス良かったですからね。筋肉の張りなんかいいですよね。ちょっとマイラー体型なんだけど、でもこれモーリスサンクなので、筋肉の発達っていうか筋肉量があるんですけどね。これね、母父がファルブラブで、2002年かさ、あのシンボリクリステスが、勝ったで3着だった、中山で行われたジャパンカップの時の1着馬がファルブラブなんで、中山大丈夫ですね。立ち姿いいですからね、ラブ。これとボーンディスウェイあたり、ちょっとこれいいですね。俺走るぜって目してますね。ちょっといいですね、この写真の写り、ダートバっぽいんですけど、でもゼニ型出てますから、日陰でゼニ型がちゃんとうっすら出てますから。コマンドラインもね、マイル、私あの来年のダービー馬だというふうにずっと思ってるんですけど、マイルまだ2000しかしてないので、まだこの時期の2歳馬に大金はたいちゃダメですね。
だったら次の日の東京大商店に、ちょっと勝負した方が面白いんじゃないですか。どうもこんにちは、新聞部と吉田です。なんとね、有馬記念は私当たりました。ありがとうございます。まあまあビビたるもんですけれども、当たりは当たりなんでありがとうございます。さあ今回ホープフルステークスね、今年最後ですね。こちら、若駒たちが走りますが、ね、2歳ですね。いやー、あの舞台は中山2000m ということで、皐月賞と同じということで、まああのクラシック候補が何頭かいますが、その中で私の本命発表したいと思います。本命は5番、キラーアビリティにしたいと思います。なぜ、このキラーアビリティにしたのか、前走リセットのね、レースで、2着だったんですけれども、1着がダノスコーピオンということで、ダノスコーピオンは朝日杯の3着、いや実績的にもダノンスコーピオンがあそこまで走るのならば、このキラーアビリティも走るであろうという、予想でございます。憶測でございます。うん、はい。本当はね、どうしようか迷ったんですけれども、5番にしました。で対抗が、6番のコマンドライン、本当はねこっちから行きたいなと思ったんですけれども、それだとあんま面白くないんで。ただね、もうコマンドラインはやはりいいですよね。この馬はルメールさんが乗ってね、1着1着と来てますので、3走目でもう本当に突き抜ける可能性もありますし、どうなのかちょっと分かりませんけれども、でもこの5番と6番を軸に考えたいと思います。あと里のヘリオスとかね、あと気になるのはオニャンコポン、オニャンコポンっていう、オニャンコポンってね、非常に気になる、まあ、馬名がいますけれども、これも走りますよね、オニャンコポンも。うん、なんか馬名の意味が偉大なものということらしいんですけれどもね、え、もう日本語でね、おにゃんこぽんってこう言っちゃうと、そんな感じには全然取れないんですけれども、ただ偉大なものになる、なりうる客室は持ってますよね。うん、成績は持ってますね。今2連勝中なので100日走でね、いい勝ち方しましたしね。うん、なのでキラーアビリティ、コマンドライン、おにゃんこぽん、里のヘリオスあたりが気にはなります。でも今回は、単幅でいきたいと思います。うん、5番のキラーアビリティ、こちらから単幅でいきたいと思います。ね、最後当てたいなと思います。はい、ゴルゴさんは、今年はほぼ収支はマイナスだと思うので、最後ぐらいは頑張ってドカンと当てちゃってくださいね。みんなの競馬でね、大悟くんがものすごい当てましたからね、大逆転で。なのでゴルゴさんも大逆転期待しております。では、スタジオにお返ししまーす。ということで、私の予想です。私の軸は赤で書きましょう。ちょっと待ってください、くしゃみ出ます。うわっ、私、はい、こちら3番ラーグルフ。はい、ラーグルフでモーリスサンク、こちらからいきたいと思います。不要ステークスの勝ち方が良かったと思います。まあ10頭立てですか、4番人気で、まあでも1投で35秒1なんていうね、いい上がりで上がってきてますので、ちょっとここに期待したいですね。でジョッキーもマルタ、ジョッキーなので、マルタジョッキーもね、日本の長距離見に行った時にね、ちょっと一人おしゃれなね、靴履いてたんですよ、長距離の時に、ね、でちょっと話してどこでそういうデザインの変えるのなんて話して、うん、
バグ屋さんで買えますなんて教えてもらってね、買おうかななんて思って買ってませんけどね。はい、ラーグルフ丸田京介2枠3番からいきたいと思います。さあ相手です、相手3番から、相手はやっぱこれ強いと思うんですよね。5キラアビリティ、これ前走のハギステークスでダノンスコーピオンに負けるんですけど、ダノンスコーピオンに行った川田ジョッキーがあの馬強いので2着馬強いので馬体を合わせないように離しておったっていうね、合わせたら多分出られてたんでしょうね。うん、あ、たけし君が乗るんだ。ディープサンクだ。そう、ディープサンクが人気ですよね。キラーアビリティ、コマンドライン、ジャスティンパレスって、いいですけどどうだろうね。5番、そして、まあ、6コマンドライン、ディープサンクですね、こちらもね、来年のダービー馬だと思ってるので、ここで変な負け方したらダービーはないと思いますけど、国枝先生がね、あと何年かですから調教師、その間にねダービートレーナーになっていただきたい。コマンドラインがデビューした時にね、来年のダービー馬でしたけど、そんなタイムが良くないんですよね。サウジの時のね、10月の時の1分36秒4っていうね、スローでっていうところで、まあでもちゃんと勝ち切ってますからね。まあルメちゃん乗るしっていうところで、はい、そして7番、ケズヤがいいんでこちら、ケズヤがいいんで思わず買いたくなりました。いい、サトノヘリアスでジャスティンパレスは買いません、そして15ユタカちゃんでございます。コンプリート、コンプリートしてほしいですね。アスクワイルドモア、キズナ3区、ディープボンドがありまでね、昨日2着に来ましたけど、で母父がゼンノロブロイなんですよ。私ゼンノロブロイの大好きだったので、そんなところなんですが、ちょっと穴っぽいところで IQ Born This Way、 はい、こちらです。馬体がいいです、 Born This Way、 これがギャロップの Born This Way です。ちょっと光っちゃうとごめんなさいね。どうやって光る、あ、これいいでしょ、いいでしょこれ、はい、それからね、こっちにね、競馬ブックの、写真もあるんですけど、ボーンディスウェイ、これ真ん中。ボーンディスウェイのこの目がいいんですよ、目が可愛いんですよ。俺やるよ、みたいな。俺やるよ、スーッ、スーッて、ん?みたいな目してるんですよね。かわいい、このかわいい。おー、ラーグルフも悪くないんですよ、これ、競馬ブックの。こうか。さあ、明日の2歳はそこまでね、熱くならない方がいいですよ、皆さん。あさっての東京大賞典ですよ。予想は出しませんけど、生中継で BS 富士でやりますので、ぜひ、お時間ある方は、ゆっくりと、お酒飲みながら見てください。してます、寝てます、はい、今日迎えに行って、いや我が家でくつろげてるんでしょうね、はい、ということで皆さん、明日のホープフル当たりたい、万馬券はいらないから当ててください、当たってください。有馬記念、鳥神太郎の皆さんもいると思いますけども、当たっただけマシでございますよ。それでは皆さん、明日楽しんでください。